足の速さは才能じゃない、走りの学校、小田圭一です。天寿です。さあ、引き続き山本選手、そして中曽コーチにお越しいただいておりますが、今回はスタートダッシュをお伝えさせていただきたいと思います。バスケットで短い距離でスタートダッシュってやっぱ大事ですよね。はい。どんなプレーで大事になってくるんですか。やっぱドライブのその瞬間の速さだったり。なるほど。必要です。ですよね、はい、ポイントガードですし、はい、皆さんご存じ通りめちゃくちゃ速いわけなんですが、さらにそれを速くしていきたいということで、前回やった走りの基本がまず自分のバネを使って進んでいくということが習得できていただいた上で、今日はスタートダッシュお伝えしたいと思います。山本さん、お願いします。はい。あ、早い。さあ、今の動きなんですが、すごいいいところはタン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 ってピッチが速いのと前傾がしっかり取れてます。じゃあ伸びしろどこにあるかっていうと、山本さんが、出しているピッチに対して股関節の進展が間に合ってないんです。股関節の進展って何かっていうと、こっからこのお尻を使う力を使って、このお尻がグンと伸びきる力っていうのが一番強いんですよね。この力が山本さんはまあ使い切れてないんです。だから印象としてちっちゃく動いているっていう印象があるわけなんです。じゃあ戸川君、 10m のデモンストレーションお願いいたします。いやーすごい。今スローで見ていただけると分かると思うんですが、山本さんの股関節のこの伸び縮みする可動域に対して戸川君の可動域は、広いと思います。でこれが短い距離でしっかり押し切れてることが大事なんですが、今日はここに的を絞って、練習していきたいと思います。さあ、あちらに加速ベースポジションを練習するための専用のですね、木材の器具をですね用意していますので、江東区の方がですね作ってくださった器具がありますので、簡単に習得できる機械がこれでございます。ここはカットしてください。さあ、この時に分かりやすく言うと、山本さんはここで捉えたらこれぐらいで動きが止まってるんです。じゃなくて本当はここからグン、ここまで行っていただきたい。グン。じゃあこの練習をしてみましょう。そう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 、さすが。あ、うまい。さすがです。これやったことあります？でもなんかあのチームでこの壁とかでちょっとなんかですよね、はい、やったことある方の動きでした。しっかり股関節主導でここまで来てるなんですが、これが走りに生かされてないわけですね。じゃあ今度はですね、入れ替えをできるかっていう、トーン一回ずつ、トーン、ト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 ン、OK です。じゃあ山本さんお願いします。はい。そう、2、3、4、5、6、7、8、9、うまい。つまり山本さんは止まった状態ではできていることが動いた時にできてないんですね。じゃあ止まった状態と動いてる時、走ってるスピードの中間の練習をすることができる練習に移っていきたいと思います。これ何でつけますか。これはですね、僕たちですねレーサーズという走る学校の陸上クラブでよく使うものなんですが、速度をゆっくりにすることができるっていうメリットがあります。山本さんの場合はその速度をゆっくりにするためにこれを引っ張ります。いきましょう、よーい、ゴッ。 OK。 じゃあ山本さん、はい、行きましょう。あ、うまい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 、めちゃくちゃうまい、うまいうまい。山本選手はうまいよ。これなかなかできないんですよ。これはね、大体の人っていうのは加速ベースポジションを作ってくださいっていうことを強く意識して意識して何回も練習して今のができるんですけど、山本さんはどうすれば一番少ない力で前に進めるのかっていう本質的なところを多分理解してて、それを体で体現します。もう一回見たいです。もう一回いいですか。もう一回、もう一回お願いします。めっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまいです。まあ本当に強いて言うならば左の接地が右に比べて不安定です。それも含めても90、99点、素晴らしい、さ
すが。じゃあ、ソガ君、今度は引っ張るのをちょっと弱めて速度を上げてやってみましょう。わかりました。お願いします。顕著に出てきてます。短い時間で反発をもらうのがやっぱり難しいんですね。なので今のをもう一回やって10メートルからはこのトガ君それを離します。はい、離してその動きで走っていく。これをやっていきましょう。はい、お願いします。やっぱり左がルーズです。左の接地がついてこのベースポジションがこれがルーズになっちゃってるんですね。なのでこれは定期的な練習が必要になってくると思います。ジェモさん、今度はこれなしでやってみましょう。じゃあ行ってみましょう。めっちゃいいです。今山本さんの中ですごい大きく動こうとしてくださってますよね。それでこの変化なんですよ。今明らかに最初と違うんですけど、山本さんの中ではもう全く違う足の高さの上げるぐらいの意識なわけなんですよね。まずこの意識を持っていただくことが非常に大事です。じゃあ最後これに腕振りをつけていただいてもいいですか。で、腕振りの動きっていうのは足の軌道と連動するんで、この腕振りをつけてみましょう。じゃあ山本さん、はい、お願いします。今イメージはどうですか。結構大げさに振りました。はい、大げさに振りました。多分ね、見ていただいているよりもご本人の中ではもっと大きく振ってるんですよ。ぜひですね、腕振りをより詳しく知りたい方はこちらの動画をご覧ください。じゃあ山本さん、スタートダッシュ走っていただきましたが、ソガ君、はい、いかがでしたでしょうか。山本さんの素晴らしさ、代表ということでポテンシャルはもちろんなんですけど、さらに良くなって誰が見ても分かるような、うん、そんな動きに変化していきました。もうすごいレベルの方をさらに、逆に言うとすごいレベルの方ですらまだまだ伸びしろがあるっていうことなんですよね。山本さん、動きを習得するのめちゃくちゃ早いんですが、まだ短い時間の反発をもらうっていう体の組織が変わってくのはもうちょっと長い年月がかかってくるんですね。なのでぜひ継続していただけると嬉しいです。はいはい、それでは次の動画でも正しく走り方を学んでいきましょう。Vamos!恒例企画 Q&A! おはようございます。走りの学校考案、機動力を高めた 50m 走タンバック50の、はい、ここでやった初めてタンバック50をご紹介した動画ですね。はい、こちらに届いた陸女さんからのご質問です。はい、家の中でできる足の回転力を上げる方法はないですか。なるほど、家の中か。実は足の回転力を上げる方法って2つアプローチがあって、1つがシンプルにベースポジションのこの切り返しを早くやるってことはまず家でもできると思います。で、もう1つは実は股関節の筋力、股関節をしっかりとグンと押す速さが実はピッチに大きく関わってきてるということが分かってきてるんですね。なんで何回かご紹介したと思うんですけど、このランジだったり、ここから足を入れ替えるスプリットスクワットだったり、ちょっとドタバタうるさくならないように工夫が必要なんですが、そのあたりの種目は確実にピッチを速くすることにつながっていくので、ぜひやってみてください。それでは次の動画でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。